バスケトークラジオ。はい、皆さんおはこんばんちは。第596回目バスケトークラジオ始めます。本日お送りするのは隊長とモン吉です。こんばんは。こんばんは。まだギリギリこんばんは。23時44分、ね、はい、行きましょう。日本撮り2本目、うん、はい。今回は、今度は B2 の、プレーオフですね。はい、待っておりました、まあ、チームが全部確定しまして、うん、まあシーズン始まるときは、うん、まさかこんな風になるとはっていう、うん、形になったんですけれども、うんうんまあ、5月の5日金曜日からですね、はい、一番早い試合だと、B2 プレーオフの、クォーターファイナルが始まります、うんまあ、クォーターファイナルは、プレーオフ出場順位の上位クラブのホームで行われるという、うん、そうですね。各地区の1位2位および3位のチームと、まあ、東と西しかないんでね、うん、ただそれで6チームプラス、それを除いた今度8クラブのうち上位2クラブの合計8クラブが出場と、うん、で B2 年間優勝から3位までの順位を決定するトーナメントということになってますね、概要としては、うんうんうん、で、B1 クラブライセンスの、交付判定を受けた上位2クラブが、うん来シーズンその B1 に昇格という形になりますね、はい、なるほど。ただし B1 クラブライセンスが交付判定されたクラブが2クラブ未満の場合は、うん繰り上げ昇格は行わない。なるほど、うん、まあこれはまあってとこですね、はい。で、トーナメント表ができまして、これがなかなかショッキングなんですよね、はい、今年その B2 が今シーズン始まるときは、うん、B3 から上がってきたその RT 日場と長崎ベルクがこのまま2チームがそのまま B1 行っちゃうんじゃないかみたいなね、はいはいはい、うん、やっぱこのチーム B2 に入っても多分上位に行くだろうっていう、うん、予想が結構多くて、うんうん、ところがですね、組み合わせ的にですね、うん、RT 千葉と長崎ベルクが準決勝で当たってしまうことになってしまってですね、もし仮に勝ち上がったとしても、はい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 、ってことはどっちかがいけない、うん、そういうことなのねっていうような、うんうん、形になります、うん。まあ、組み合わせ順にいくと、RT 千葉と青森ワッツが対戦、うん、それから熊本ボルターズと長崎ベルカが対戦、うん、で次が、越谷アルファーズと、西宮ストークスが対戦、うん、で最後、福島ファイヤーボーンズと佐賀バルナーズが対戦ということになりますね、うんうん、RT 千葉が東の1位、佐賀バルナーズが西の1位、うんなんですよね。で東の2位が、越谷アルファーズで西の2位が長崎ベルカみたいな感じなのかな、うん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 、はい。で長崎がこれ1位じゃなくて佐賀とね、うん、順位が逆になってると、うん、長崎とアルテリが決勝で当たるみたいな感じで両方とも昇格を決めた状態でチャンピオンを決めるみたいな感じになるっていうところが実は割と下馬評としてはあったんですけど、うんうん、まあそうはならず、うん、あとはもう一つの候補として当初から言われてたのが越谷アルファーズですね、はいはいはい、去年宇都宮ブレックスをチャンピオンに導いた安西、うんですね、アドバイザーとかにちょっとこう呼んだりして結構ベンチに入ってるんですよね。おそれからこの前は桜木JR が復帰などという、うん、なんだかいろいろ話題を重なっていくような、うんうん、まあ越谷アルファーズも勢いありますしね、うん、そうやね。あと去年残念なところでこう昇格を逃した、西宮ストークスもなんだかんだ言って今回滑り込んできてますねえ、うん、熊本ボルターズもいつもね B2 プレーオフ来るんですけどね、うん、まあ、今回も来てはいるんですけど、いきなりベルカと対戦という、うん、なかなかこうきつい場所に入っちゃいました。入っちゃいましたね、はい、で一番こう驚かせたのは青森ワッツなんですよね、うんうん、
青森ワッツなんて B2 ライセンスも危ないって言われてたじゃないですか。まあなんかただそのダメ引っかかってた理由はなんかユースチームのメンバーが全然なんかいないとかなんとかで、はい、そういったところが理由になった部分もあったので、まあ、そこはなんとかしたんだと思いますけれども、これ青森ワッツがねすごくて、あの全チームに1回は必ず勝ってるみたいな感じらしいんですよ。すごいね。だから RTL とか長崎にも勝ってるんですよ。それすごない？そう、これねあの選手いるんですよね、福田選手だったっけな、福田真央選手だったかな、ストークスにいたことがある、はい、もう青森ワッツにいたり、あとマックス久武選手も今年青森ワッツにいて、この選手がだいぶね人気を、はい、サンロッカーズの時あんま出番なかったんですけどね、こっち来て、あのかなり活躍の場が多くて、面白いことになってるんですけどもね。なるほど。どうなるかな。これ長崎がね、意外となんか後半うまく勝ててないっていうか、2勝しなきゃいけないところ星分けちゃったりとかしてて、もちろん最後のこのプレーオフに照準は絞ってきてると思うんですけどね。まあ予想はアルティーリとこれ越谷がいっちゃうんじゃないかなというような、ちょっと私はそんな気がしてるんですけどね。これねちょっとね勝敗数が見れないんですよね。なんか B3 ってあのどことどこが何勝何敗かって見れるんですけど、あのトータルの勝敗数は見れても、 B2 の方はどこと対戦した結果が何勝何敗かっていうのがパッと見れるやつがないんですよね。なるほど。一応東が1位アルティーリ、2位越谷、3位西宮っていう、西宮が東地区に入ってるこの違和感って言ったらないんですけどはい、で西地区が佐賀、長崎、熊本の順番で、ワイルドカードで、結局東の西チーム福島ファイアボンズ、青森ワッツっていう順番で入ってますね。しかもね福島ファイアボンズと青森ワッツって 2チームとも28勝32敗なんですよ。ただ総得点で福島の方が勝ってたりとか、直接対決で勝ってるのがなんだか忘れちゃいましたけど、あ、得失点差だ、得失点差で117と福島が、青森はマイナス110とかなってるんで、まあこういうとこの順位なんでしょうね。だからなかなかなんですよね。だから問題は佐賀が実際プレーオフでレギュラーシーズンのような強さを発揮できるかどうかっていうところかなっていう気はしますけれどもね。佐賀は、なんでこんなに調子がいいのかっていう、45勝15敗なんですよね。得点はクラブの中のリーダーとしては、レイナルド・ガルシア選手っていう選手が平均 18.9 ポイント、あと去年宇都宮ブレックスにいたチェイス・フィーラー選手が 7.4、あ、これはリバウンドだ、リバウンド数として平均 7.4、アシストもレイナルド・ガルシア選手が 5.2、ってことはこのガルシア選手があのオフェンスの中心ってことはまあ明らかなんですよね。45勝15敗ってすごいな。長崎が43勝17敗なんで、本当に2勝者だったんでしょうけどね。で、長崎ビルカは、平均得点マット・ボンズが 22.5、平均リバウンドマット・ボンズが 10.6 で1位、平均アシストもマット・ボンズが 4.4 ってことで、こちらもマット・ボンズ選手、様々というまでは言わないですけど、割と彼次第っていう部分があるのかなというところですね。で、アルティーリなんですけど、47勝13敗。トータルでも一応1位なんですけど、得点としては、ブランドン・アシュリー選手っていうのが 18.4 ポイントで、で、平均リバウンドもブランドン・アシュリー選手。アシストに関しては杉本圭選手、6.3 アシストということで平均がね、
で、なんといっても、あと藤本幸太選手もいますよね。はい、バストラも出てくれたね。そうですね、この杉本選手と藤本幸太選手って、割とプレイタイムを分けてまして、そんなにね、プレイタイム1試合平均、そんなに差はないんじゃないかなって感じはしますよね。っていうところですね。なるで、あとは越谷アルファーズ、45勝15敗。もうなんか、トータル的な勝敗数だとそんなに差がないんですけど、得点はジャスティン・ハーパー選手が17.3ポイント。で、リバウンドはアイザック・バッツ選手が11.4リバウンド。で、アシストが松山選手、3.6アベレージとしてですね。ということになってます。まあ、この辺になってくると、あとはもう相性でしょうね、これね。やりやすいか、やりにくいか。そういうことだね。結局、怪我人とかいたりして、その時に負けちゃったとかね、そういうのがあるから、2、3勝の差だと、もう全然分かんないですよね。そうだな、腰があるファーストストークス。この試合見たいな。佐賀バルーナーズと福島ファイヤーボンズは、これ佐賀が勝つと思うんですよね。越谷とストークスも、まあ順当にいくと越谷なんですけど、そうやな。長崎とかボルターズは長崎だろうな。アルティーリと青森ワッツは、なんか1回ぐらい青森がまた勝ったりとかして、はなんか盛り上がりそうな気がするんですそのけど。可能性あるし、一回勝ってたらそれあるやろうな、気持ち的に。そうですね、アルティーリ的にはなんかこう、一番いい順位取ってるのに、なんかちょっとあんまり、やりやすくない相手と当たっちゃってるのかなっていうね、感じはしますね。確かに。ね、まあ一番熱いのはセミファイナルなんでしょうけどね、勝った方が昇格っていう世界だから。これやね、毎年激アツって言ってるけど。そうですね。で、この中だと、青森ワッツだけが B1 ライセンス持ってないんですよ。ああ、そうなんだ。だから青森ワッツが立ち上がると、またなんかちょっとこう、変なことがというか、酸欠が熱くなるというね。さっきの、B3 で言うと、東京ユナイテッドが勝ち上がっちゃうような感じ。なって、ちょっとこういう波乱も起きるか、初戦青森ワッツが取っちゃったりすると、ちょっとかなり、湧くんじゃないかなとか思って。ねえ、ちょっと棚ぼた的に上がるチームが出てきたり。そうですね。でも3位これでに。青森ワッツがアルティリ倒しちゃったとするじゃないですか。で、しかも今度その後に、青森ワッツがさらに勝っちゃったりとかすると、本当そうですね。本来その土俵に乗ってないチームが乗ってくるってことになるからね。そうですね。酸欠激アツっていうことになるよね。でもストークスなんかもわかんないからな。ここで越谷に勝って、佐賀に勝ったらもう、昇格しちゃいますからね。そうやんな。戻ってきちゃいますよ。で、戻ってきた途端に、チーム名なんだろう、神戸ストークスとかなんだかわかんないですどうけなるど、よね、あれ。僕もねこれ知らないな。え、なんかストークスっていう名前じゃなくなるっていう噂もちょこっと流れたこともあるし、なんだかよくわからないですけどね。わかんないなんか意外とその辺のところを公表されてないですよね、ね。ちゃんと。意外とバスラジに早い情報って回ってくるじゃない。ああ、例えばアリーナの話なんて僕ら何年前ぐらいかな。まあ、今だから言える話ですけど、実はね、オフレコの間にね、モン吉アリーナできんねんみたいな話をしたりね、してまっていうしのはありましたたけど、が、言えなかったですけど言えなかっね。たけどね。いや、でも今回のチーム名はちょっと僕、本当に知らないですですね。まあ、でも本当にメンバーがね、本当に長くからいるメンバーがずっとこう支えてくれてるメンバーが、B1 でまたやってる姿を見たいなっていうのはありますね。ただ、もしですよ、これ仮に B1 に上がったとしたときに、前回と同じように、本当にその B2 の時のメンバー、みんなもうほぼそのままみたいな感じで、B1 で戦うっていうのはちょっと無茶だと思うんですよね。前、それで、ね、1年で、ね、降格になっちゃいましたからね。そうやね。
だからそうならないようにっていうところも含めてね、いろいろ強化してくれるといいなとは思いますけどね、まあその前に腰がに勝たなきゃいけないですけど、そうやな、でも腰があるフォワードもね、落合選手が 3x3 に専念するなんてチーム離れたりとかね、かと思ったらね、その JR 入ったりとか、あともう一人入んなかったっけな、一岡翔だっけ、あのなんかすげえことになってんなと思いましたけど、メンバー見て、あと何気に二宮選手いるんですよね、畠山選手、二宮選手っていうね、強力なポイントガードがいて、そうそう、一岡翔選手いるんですよ、そうだからなんかこう、経験すごいベテランと、入り混じ中堅選手と若々しい選手がみんなちゃんといい感じでいるという、という感じですけどね、まあこちらも、スタートが5月のだゴールデンウィーク明けからになりますので、はい、ちょっとまだ来週にこの結果はまだお知らせはできないんですけど、2週間後かな、あとは B1 の今度残留争いが激アツになってきたりまたいろいろするんですけど、それはまた別の時にでも、取り上げさせていただくような形で、はい、ってなところでご紹介を終わらせていただこうかと思います。ありがとうございます。取り留めのない感じになってしまいましたが、以上で、はい、やっぱこれを知ってるか知らないかで次の見方がまた変わってくるんで、これはこれでいい情報ですよ、はい、ありがとうございます、はい、さて皆さん、596回目バスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは隊長とモン吉でした。 See you next time. バイバイ。バイバイ。